感謝杯を見事優勝いたしました山崎選手の優勝インタビューを行います。皆様関東門にご注目ください。それでは見事優勝いたしました山崎選手の入場です。優勝いたしました山崎選手をお招きいたしました。皆様拍手でお迎えください。それでは早速喜びの声お聞きしたいと思います。山崎選手優勝おめでとうございます。ありがとうございます。確かめさんありがとうございます。決勝戦渾身の突き抜けでした。ご自身で踏み込んでみていかがでしたか。そうですね、もう立ち川じゃなかったら抜けないです。立ち川だから抜けました。そして先頭の夏目選手も気迫たっぷりの先行でしたね。そうですね、まあ、若い2人に任せて、まあ、チャンスがあればと思ってるんですけど、とにかくもう立川なんで頑張りました。地元の気合の入った3日間でしたけれども、この3日間振り返ってみていかがですか。そうですね、もう今回久しぶりにちょっと本当に命かけて頑張るぐらい頑張りました。ありがとうございました。ファンの皆様の声援も温かかったですね。そうですね、皆さんありがとうございます。これからもお願いします。それでは最後に山崎選手、理想に向けての意気込みをお願いします。そうですね、まあ、理想というか、5月にすみません友達から始まってそれに捧げたいと思います。ありがとうございました。山崎選手熱いインタビューありがとうございました。それではここで優勝者当てクイズの抽選を行ってまいります。山崎選手こちらのボックスの中から1枚お願いいたします。それでは早速発表いたします。国分寺市の牧野様当選いたしました。おめでとうございます。当選いたしました牧野様には山崎選手のサイン色紙、そして決勝戦に出場した救世主の寄せ書き、また競輪マングッズとクオカードをセットにしてお送りいたします。お楽しみにお待ちください。続いてラッキーボールの投げ入れを行います。それでは山崎選手お願いいたします。ラッキーボールは本日中に正門横インフォメーションセンターにて景品とお引き換えください。山崎選手本当におめでとうございます。ユニフォームも投げ入れていただきました。優勝した山崎選手、ラッキーボールの投げ入れ、そしてユニフォームもプレゼントしていただきました。ありがとうございます。それでは山崎選手退場となります。大きな拍手でお送りください。感謝杯見事優勝を決めたのは地元山崎光輝選手でした。皆様ご声援ありがとうございました。スターケーリンでは明日明後日も福井記念の全レース場外発売を行います。引き続き立川競輪場でお楽しみください。また次回の本場開催は8月17日から19日までの3日間、東京スポーツ杯 F2 戦の開催です。次回もガールズ競輪行われますので、次回祭もどうぞご期待ください。本日は最後までご来場ありがとうございました。